スノーマン、目黒蓮独特なインスタの使い方、タッキーっぽい、との声もライブ配信は、頭頂部ばかり。人気アイドルグループ、スノーマン、目黒蓮、26、が、23日に解説を報告したインスタグラムの使い方が独特だとファンの間で話題になっている。解説から5日間経つ前にフォロワー数は160万人を達成。25日にはインスタライブを行ったが、書き込まれるファンのメッセージを読もうと手元を覗き込もうとするあまり、目黒の頭頂部ばかりが画面に映るという珍しい配信となった。26日には、過去の今まで載せられなかった写真をたまに載せていこうと思います、とストーリーズで宣言。その1時間後には、あ、たまになので。今からご飯食べて写真選んでからなのでそれぞれの時間過ごしてください、と投稿を待ち構えているだろうファンに親切に呼びかけた。予告通り、その2時間後に写真をアップ、2019年デビュー前に CD もらった瞬間、と嬉しそうに CD を手に持つ自身の写真を添え、ストーリーズで公開した。